バビアールは、ウクライナの首都キエフにある峡国である。キエフのゲンクレニウカ、ルキアーニウカ、及び、水霊ツ地,地区の接するあたり、セイキリル修道院近くに位置する。1941年9月29日から30日にかけて、ナチスドイツ親衛隊の特別部隊及び、ドイツからの部隊、地元の協力者、ウクライナ警察により、33,771人の、 ユダヤ人市民がこの谷に連行され、殺害された。バビアール大虐殺は、ホロコーストにおいて一件で最大の犠牲者を出した、虐殺とみなされている。9月末の虐殺の後も、スーの市民がバビアールへ連行され、銃殺された。推計では、第二次世界大戦中に、ナチスによって、およそ10万人がバビアールで殺害され、その大多数が市民であり、 またその多くがユダヤ人であった。バビアール渓谷が資料に初めて登場するのは1401年のドミニコ会、修道院とある老女との小取引の記録である。その後軍の宿営地や墓地など様々な目的に使用された。墓地としては少なくとも正教会の墓地とユダヤ人墓地があり、後者は1937年に公式に閉鎖された。 1941年9月19日45日間に渡るキエフ包囲戦の後ドイツ軍第29軍団がキエフ市に入場した。キエフの占領は1943年11月6日まで続いた。ニュルンベルク裁判中のパウル・ブローベル。1948年3月1941年9月28日の通告9月26日。 ドイツ軍への攻撃の報復として、軍政長官、フリードリヒ・ゲオル・クエバー・ハルト少将及び、新英隊大将、フリードリヒ・エッケルン等によって、キエフの全ユダヤ人の殺害が決定された。バビアール大虐殺をはじめとする1941年夏から、秋のウクライナ各地での弾圧には、新英隊アインザッツグルッペシーが当たったが、虐殺決定の場には、 アインザッツグルッペ C の司令官、新英隊少将、オットー・ラッシェ及びその配下のゾンダーコマンド 4A の司令官、新英隊大佐パウル・ブローベルも加わっていた。バビアール大虐殺の実行は、フリードリヒ・エケルン総指揮のもと、ブローベル率いるゾンダーコマンド 4A が当たった。この部隊は SD 及び治安警察、武装新英隊の特別任務大隊第3中隊。 そして警察第9大隊からの招待から構成されていた。また警察第45大隊、第305大隊及び、ウクライナ警察の支援も受けていた。ベッサー少佐率いる警察第45大隊は、親衛隊の支援のもとユダヤ人の殺害にあたり、ウクライナ警察はユダヤ人をかき集め、強国へ向かわせる任に当たった。9月28日、 キエフ市内にロシア語、ウクライナ語、ドイツ語によるビラが張り出され、キエフ市内及び周辺の全ユダヤ人に対して、翌29日午前8時に墓地近くのメルニコフ通りとドクテリフスキー通りの交差点への出頭が命じられた。また出頭せず、よそで発見されたユダヤ人及びユダヤ人の住居に侵入する者、その所有品を横領する者は銃殺されることが、 通告された。これに応じて3万人を超えるユダヤ系キエフ市民が墓地近くに集合した。アインザッツグルッペ隊長報告などによれば、ユダヤ人たちは列車に乗せられて強制移住させられるものと考えていたようである。目撃者の証言によれば、ユダヤ人たちは服を脱ぐように指示され、 ウクライナ警察の誘導に従って、順番に手荷物、貴重品、コート、靴、上着、下着などをそれぞれ指定の場所に置かされた。抵抗すれば殴られ、最終的に10人ずつの集団でバビーアール強国のヘリに立たされ、銃殺された。人数が多く、またアインザッツグルッペの組織力のために、人々が事態に気づいた時には、すでに遅かったという。 兵士たちは夕方には、強谷の壁を切り崩して、死体を埋めた。アインザッツグルッペの報告書によれば、9月29日と30日の2日間に、バビアールにて3万3771人が、機関銃の射撃によって組織的に銃殺された。生存者この虐殺の中を生き延びた、わずかな生存者の一人に、キエフの人形劇場の女優であった、ティナ・プロニチェワがいた。 彼女は撃たれる直前に自ら谷に飛び降り、死体の山の中で死んだふりをすることで難を逃れた。兵士がまだ息のある負傷者に、とどめの弾丸を打ち込み、土で死体を埋めるまも池を潜めてやり過ごし、夜になって闇の中を土の中から這い出して逃げたという。後に彼女は、アナトリー・クズネツォフに対して、その経験を語り、クズネツォフのドキュメンタリー小説、 バビアールに収められた彼女の証言は、頻繁に引用されるものとなっている。バビアール教国での虐殺はその後も続いた。ロマの人々も連行され、バビアールで殺害された。イワン・パブロフ精神病院の患者はガス殺され、遺体は教国に投げ込まれた。その他にもウクライナ民族主義者組織のメンバー621人や、前、キエフ市長ウラジミール・バハジー、活動家など、 スータのウクライナ市民がバビアールで殺害された。また、ナチスの占領中、バビアールには、死列強制収容所が建てられた。共産主義者やソビエト連邦の捕虜、パルチザンなどが収容され、殺害された。1943年2月18日には、ドイツ空軍のサッカーチームとの試合に勝った、ディナモ・キエフの3人の選手が、死列強制収容所で殺害された。 推計では、この強制収容所で2万5千人が死亡した。キエフ撤退の直前、ナチスは、その残虐行為を隠蔽しようとした。バビアール大虐殺の指揮にも当たっていた、パウル・ブローベルが隠蔽のための戦後作戦に当たった。1943年8月から9月にかけての6週間、300人以上の鎖につながれた囚人が遺体を掘り出し焼却する。 作業に従事させられた。焼却炉は地元の人たちが設置した破壊臭を用いて建設したという。焼却後の灰は付近の農地に巻かれた。この作業中、囚人の一部は武装するために作業道具や金属片などを密かに集め、遺体から城を開けるための鍵を入手することにも成功した。1943年9月29日の夜、 収容所の解体作業に乗じて、囚人たちは放棄した。15人が逃亡に成功したが、残りの311人の囚人は殺害された。逃亡者の一人、ウラジミール・ダフィドフは、後に、ニュルンベルク裁判で承認となった。ナチスの占領期間における、バビアールでの犠牲者数の推計には、差がある。1946年、ニュルンベルク裁判において、 ソビエトの検察官 LN スミルノフは、ソビエト連邦最高会議幹部会幹部の法令によって設置された、ナチスの犯罪検証のための特別委員会の資料を、元に、およそ10万の遺体が WR の谷にあったとした。遺体焼却に強制的に従事させられた人々の証言によれば、その数は7万から12万の間であった。アナトリー・クズネッツォフは、 イスラエルのジャーナリスト、作家であるシャロモエ文章に宛てた手紙の中で、バビアールの悲劇は、ユダヤ人だけのものではないと語っている。その後2年間にわたって、ロシア人、ウクライナ人、ジップシー、そしてアリと、あらゆる国籍の人々がバビアールで殺害されました。バビアールが、ユダヤ人だけの墓地であると思うことは間違っています。あれは、国際的な墓地なのです。 あそこにどれほどの人が、そしてどのような国の人が埋められているのか、誰にも決してわかることはありません。なぜならその遺体の90%は焼かれ、灰は峡谷や畑に巻かれたからです。なお、ブローベルはその戦争犯罪に対して、ニュルンベルク継続裁判のアインザッツグルッペン裁判において、公式刑を宣告され、1951年6月に執行された。 1943年11月6日、ソビエト赤軍がキエフを占領すると、私立強制収容所は、ドイツ人捕虜の収容所に転用された。この収容所は1946年まで使用された、あと解体された。1950年代、1960年代の都市開発により、バビアール周辺には、公園や集団住宅が建設され、 また付近でのダム建設により生じた、廃土によって強谷は埋まっていった。このダムは1961年に決壊して、土砂崩れを引き起こし、多くの死者を出す結果となった。バビアールの悲劇について、ソビエトの指導者たちは、ユダヤ人虐殺という側面を強調することを糸い、キエフ市民及び、ソビエト連邦民全体に対する犯罪として、扱った。 1943年12月25日付のナチスの犯罪検証のための特別委員会の報告書総行は検閲によって1944年2月の公表時には次のように書き換えられていた。ゼーブ・ジャボチュンスキーの電気作家として知られる歴史家ジョセフ・シェクトマンは1961年の著作スターイン・エクリプスロシアン・ジュリー・リビジティットにおいて バービー・アールの虐殺を扱った。1966年には、キエフ出身のアナトリー・クズネツォフが、検閲を受けつつも、ソビエトの文学月刊誌、ユーノスチに、バービー・アール、小説ドキュメントを掲載した。クズネツォフは1943年、14歳の、時より、戦争時の回想を書き始め、証言や資料を集めて書き溜めていった。 1968年の英国亡命の際には未検閲原稿の35ミリ写真フィルムを持ち出すことに成功し、1970年に未検閲版が西側で出版された。1985年にはビタリ・コロティチによるドキュメンタリー映画バビアール歴史の教訓が制作された。バビアールでのユダヤ人虐殺は数多くの芸術作品の題材ともなっている。 1961年、ロシアの詩人、エフゲニー・エフトゥシェンコは、バビアールを書き、すぐに、ドミートリー・ショスタコービチの公共曲第13番に、取り入れられた。2006年には、ドミトロ・パブリチコの詩に基づき、ウクライナ人作曲家、エブン・スタンコビチがオラトリオを作曲した。バビアールでは、ユダヤ人犠牲者を追悼する記念碑の建設が幾度か、計画されたが、 いずれも却下された。1976年にバビアールで殺害されたソビエト市民の追悼碑が公式に建設された。1991年のソビエト連邦の崩壊後、ウクライナ政府はユダヤ人犠牲者のために新たに追悼碑を建設することを認めた。現在バビアール周辺に建てられている追悼碑には次のようなものがある。他に バビアール峡国で殺害されたロマのための記念碑の建設が提案されているが、資金及び政府の支援を十分集めるには至っていない。記念碑への冒涜2006年7月16日にユダヤ人犠牲者追悼碑が一部破壊される事件が発生した。ウクライナ外務省はこの破壊行為を非難する声明を出している。1982年に アメリカ合衆国コロラド州デンバーにバビ、ヤール大虐殺を記念する公園が建設された。デンバー市及びデンバー軍によって管理されており、毎年9月29日には追悼行事が行われ、ロシアや旧ソビエイト連邦からの移民たちを中心に追悼の場として利用されている。イスラエルではギバタイムのな払い着墓地にバビヤール犠牲者の記念碑がある。 ホロコーストを記念する読むはしーの日に行事が行われる。ありがとうございます。